こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回ですね、先週で言ってたことは東部親ロシア地域でドンパチが始まったということを言ってたんですけれども、それぐらいのレベルやったんですね、しかし一気にことは展開してですね、先週までロシアも攻めない言ってたんですけれども、もうキエフまで、ウクライナの首都キエフまで迫る勢いになってしまったということですね。で、今回は金融版の核兵器、スイフトからの排除、これをですね、EU 諸国、欧米諸国がですねやろうとしてます。これがどういうことなのかっていうことと、実際不透明なんですよ、どこまでやるのっていうことね、やるんやったらめちゃめちゃ株価下がるはずやのに株価上がってるというようなことありますので、今後整理したいと思います、そしてこれからどうなっていくのかということもお話したいと思います。はい、ではその本題に入る前に一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。今まで神尾 TV ではコロナに関連する日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかやってたんですけども、それやったらダメということで YouTube さんに怒られました。はい、そして今規約はできて、マスコミが言ってるようなことしか言っちゃダメ、その反対意見などは一切 YouTube でやるなというね規約ができてしまいました。はい、なので今はコロナに関して自由に発言できなくなりましたので、別の動画サイトで最新情報を届けしております。YouTube では内容がやばすぎて消されてしまった動画もあるんですが、そちらの動画サイトで復活させております。最近の動画で言うとですね、例えばダウンタウンの松本人志さんが急にねちょっとコロナに対して反対意見を言うようになったとか、その背景何があったのかというような考察などもしております。これはメルマガでのみ見る方法をお知らせしてます。 YouTube では本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにもまだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。お願いします。もちろん一切費用かかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしいお話となってます。特に女性の方は必ず一度は見ていただきたい内容となってます、ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数おかけしますがメルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。先週からの流れですけれども、24日ロシアがですねウクライナの軍事侵攻を開始しました。で、当初はですね東部のドンバス地域とか、親ロシア派の地域だけ併合する、もしくはその共和国として独立国として認めるというような話で済むんかなと思ってたんですけれども、これは僕予想が外れまして、キエフの方までいろんな第二都市とかね、いろんな都市を攻め始めましたということで、キエフに迫る勢いになってます。で、先週言うてたことはですね、揚陸艦がクリミアに入ったりといつでも地上戦展開できる状態にはなっているっていうことを一つ言ってたのと、あとウクライナ一の富豪ね、っていうかマフィアのドンがですね逃げたよっていう話、プライベートジェットでね、でこれはちょっとやばいんじゃないかっていう匂いはするねっていうことだったんですけれど、ほんまにここまで行くとは思いませんでした、しかしまだ EU の足並みは揃ってないから戦争にはならないと、で第三次世界大戦にはならないと言ってたんですけれども、欧州委員会がですね、でも当初言ってたようだ、 NATO は入らなかったですからね。そうですね、やっぱりウクライナってまだ NATO 入ってないですからね、入ってたら、もちろんもう結託して攻めなければいけないというようなことはあると思うんですけれども、それは決まってると思うんですけれども、でプーチンさんもそれずっと言ってたらしいですね、ウクライナが入った瞬間にクリミアも言うたら奪ってるから、もうそれに対してウクライナがですね、もうこれロシアに取られてんって言ったらですね、みんなでも NATO が結託して攻めなければいけないというようなことに、もうずっと言ってはったんですね。で今のところ NATO が攻めるような感じはない、そして NATO だけでなくてですね、アメリカも、もう攻めないと、軍隊派兵しないということになってます。なぜならば第三次世界大戦に発展してしまうからと、アメリカとロシアがぶつかったら、だから出さないらしいよ、あれだけ煽っといてね、ウクライナを煽っといて、ゼレンスキーさんにもう強硬に東部地域に強硬にやらせといて、でプーチンさんも言うたら、煽ってやったわけじゃないですか、戦争に持ってったのはウクライナ側も原因があるんですけれども、そこら辺には一切触れずですね、メディアもね、で今現在起こっているのは欧州委員会ですね、
発表されましたけれども、スイフト国際決済機関ですね、スイフトからロシアを排除すると、はい、うん、銀行排除するっていうふうになっております。で、まあ、ルーブルはもうこれで、ドルルーブルですけれども 40% 以上暴落したというようなことになってますね、うん、で金融版の核兵器というふうに言われてるんですけれども、はい、そしてですね、今現在はイランとか北朝鮮とかベネズエラに適用されている措置です、うん、これ、うん、なので、まあ、それはやりすぎなんじゃないということで、ドイツ、イタリア、オーストリアとかの国はですね、反対してました、うん、しかしですね、今回、まあ、イタリアも含めですけれども、ドイツも含めですけれども、スイフトからロシアの銀行排除するっていうふうに言ってますね。でこれが24日に発表された、まあ、制裁の措置なんですけれども、ホワイトハウスの発表です、うん、でこれだーっとあるんですけれども、まあ、こっちが翻訳したバージョンですね、ガーッと読んでったらですね、うん、まあ、大体ガスとかパイプラインの話ですね、うんうん、だからそういう経済的な話してます。でエネルギーの話してますね。でロシア系企業と銀行に制裁を与えるって言ってるんですけれども、はい、こちらニューヨークダウです。株価は上がってます、うん、ナスダックも S&P500 も上がってます。これ何かというと、腰抜け制裁だったわけですよ結局。スイフトから排除するって言って、なんかすごくすごいことのように日本では報道されてるんですけれども、だって金融版の核兵器なんでしょ、うん、そうそうそう、うん、その割には、うん、実は株価はめっちゃ上がってて、うん、なんでかっていうとめっちゃしょぼかったからなんですよね、これね、はい、どういうことかっていうと、まずはですね、まあ、こちらの声明文で書いてるんですけれども、うん、ロシアの銀行資産の3分の1以上保有している銀行を米国の金融システムから切り離しました。そして今日私たちはさらに4つの主要銀行をブロックしています。彼らがアメリカに持っている全ての資産が凍結されることを意味します。2500億ドルの資産を持つロシアで2番目に大きな銀行である VTB が含まれますというようなことを書いてるんですけれども、うん、これ、まあ、注目すべきは2番手ってことですね。ほう、うん、VTB は2番手なんです、まあ、日本でいうとみずほとか、うんうん、だから三菱じゃないってことですね。はいはいはい、うん、三井住友とか、うん、みずほとかっていうイメージですね、うんうん、だから最大手じゃないわけですね、うん、だからズベルバンクっていうところが最大手なんですけれども、はい、であと大手としてはガスプロムバンクっていうのもありますけれども、ここ止めないとあんま意味ないっていうことなんですよ、うん、でズベルバンクにも制裁するぞせえへんぞみたいな感じでちょっと情報が錯綜してるんですけれども、うん、おそらく市場の様子を見てみるとですね、そんなことはないんじゃないかなと思いますね、うん、まだ反発して上がっていってますから、まあ、いろんな理由はあるんですけれども、うん、そこまでひどい制裁じゃなかった、つまり第三次世界大戦まではいかないぞというような判断ではないでしょうか、うん、まあ、ちなみにズベルバンクはですね、うんうん、今はモルガン JP モルガンとつながってるんで、うんうん、モルバンケが入ってるわけです。そうですね、その1個前はドイツ銀行とロスチャイルドが絡んでたんで、うん、まあつぶね、そういうことです。そういうことですね、うんうん、まあ、それはロシアの最大の大手銀行、まあ、ロシア帝国の時代からのね、うん、すごい銀行ですけど、うん、1900年代終わりぐらいに外資受け入れてるんで、はあはあ、そこからもう、あ、なるほど、ロシア度系ですから、なるほどなるほど、うん、まあ結局そういうことなんですよね、うんうん、で1ヶ月ぐらいの、これアメリカの発表ですけれども、決済銀行は猶予期間があってまだ使えるんですね、うんうん、で、原油ガスに関しては送金いけるみたいです、うんうん、あれ、あ、何の意味があるのって話ですよね。原油とガスを止めることで、まあ、ヨーロッパにも大変な被害があります。 40% はロシアの、うん、天然ガス使ってるんでね。なら、まあ、でもその決済のお金外貨がですね、ロシアは稼げなくなったらロシアにとっても痛いんじゃないかって言いますけれども、どっちか言うと痛み分けというより EU の方が大変ですよね、うん、インフレになっちゃってエネルギーバーン上がっちゃって人々が生活できなくなるということが世界中に襲ってきます。でロシアとしては、まあ、外貨が稼げなくなったところで自分は、まあ、大変なところは大変でしょうけれども、うん、エネルギーでも何でも輸出してる国なんで、そこまで痛くはないのかなと、まあ、当然今回進行するにあたって準備してるから、うん、それぐらいは耐えれるお金を用意してるしね。そうですね、そんなロシアの頭脳が集まってるんですから、うんうんうん、そんな当然想定済みですよね。うん、ね、
一応困るのは、まあ、企業、うん、そしてエリートたちっていうのは困ると思います、はい、ブルームバーグの計算なんですけれども、ウクライナ侵攻した初日24日ですけれども、うん、ロシアの富豪が失った資産は390億ドルに達するということですね。4兆円ぐらいかぐらいな、言ったな、うん、ただこれは嘘ですよ。あ、本当ですか。だって今これ失った資産、株価下がったから、ね、後で株価バカ上げするんで、あ、ほんまや、もっと儲かりますよ。うん、なるほどなるほど。あくまで時価総額が言ったら、それは侵攻した瞬間下がるけど、うんうん、戦争に売りなしですから、うん、この後株価バカ上げしますからね。あ、でロシアは攻めた側やから、自分とこの工場とか何も一切潰れずに株価だけ下がってるってことは、うんうん、まあ何年、まあ、もちろん何年か後とかですけど、うん、全てが元に戻った時に株価下がりますからね。ですね、うんうん、ということでこれはブルームバーグの煽り罠ですということですね、うん、当然さらに富豪も企業もこうなることは分かりきってますから、うんうんうん、攻めの前からそうですね、もう準備はしてますからね、まあ、知らんのは一般人だけなんですよね、うん、こういうのはそうそうそう、うん、まあ一応ね、あの2012年の時にはですね、うん、スイフトからイランが排除されたんですけれども、はい、核開発してるんじゃないかということで、うん、その時はですね、スイフトから排除したことでイラン核合意につながったんですよ、うん、2015年の、うん、おそらくそういう流れがあったので、まあ、これもうまくいくんじゃないかとか言われてるんですけれども、おそらく何の効果もないんではないかと今のところね。今のところまあだからスイフトが排除って言ってたけど穴だらけってことですね、うん、そうっす。まあ、でも見出しヘッドラインはスイフトから排除書いてないんで、うん、すごいことしたと思いきや、思いきや、まあ、穴はいっぱいあるし、うん、実は弱腰っていうことですね、うん、あれスイフトから排除されてイランと北朝鮮とベネズエラって唯一中央銀行かロシア時計じゃないとこじゃないですか。そうなんですよ。いや、まあまあそういうことですよ、うんうん、たまたまなんですよけどね、うん、関連性はね、うん、あんまり突っ込んだらダメなとこなんですけれども、まあ、だから今回もロシア中央銀行はちゃんとあの中央銀行が入ってるんで、うん、まあ、そんなひどいことにはならんとは思います、うん、結局はね、まあ、やってても言うてももうプロレスになると思います。プロレスって言ってももうロシアの、ね、兵隊さんとか、うん、ロシア、あ、ウクライナの兵隊さんとかもう一般人の方も亡くなってるっていう報道出てますんで、まあ、それはね本当にだからその時代はもう一般人が被害を遭う、うん、だってね、そうですね、うんうん、現在ですね日本の報道ではもうロシアは終わりだと、産油国といえどガスが出るといえどこの決済代金がもらえへんかったら、うん、そして投資もできない、ロシアから投資もできないっていうことになるだろうと、はい、もう資本取引もできないっていうことで、為替市場でもルーブルめちゃめちゃ売られてるじゃないかっていうことを言う論調で言う人が多いんですけど、まあ今回の制裁ごときではですね、あまりビクともしないというふうに言えると思いますね。で、株式市場はですね現在のところ暴落しないというふうになったんですけれども、今非鉄金属とかの原材料とか食料とかね、そしてエネルギー価格がもう急騰してます、はい、例えばこれ原油ですけれども、原油はめちゃめちゃ上がってますね、うんうん、だから結局ロシアなんかはですね原油上がったらもう儲かる国ですから、うん、ものすごい今ハッピーなんですよね、うんうん、その原油価格が上がったということに関してはね、でしてね、あと30日が売れますからね、うんうん、そうですね、スイフトから外されたといえど、うんうん、そして実はアメリカも産油国なんでこれ上がったらね、まあ儲かる、アメリカは実は世界一の産油国ですからね。そうですね。じゃあロックフェラーが儲かってるってことですか。儲かってますね。儲かってますね。うん、それはね。うん、はいとか言えよ。誰か止めて。止めてくれる人募集しようか。ちょうどいいところで止めてくれる人。で一応スイフトを発動しましたっていうことで、ロシアはですね報復としてガス止めますっていう、うん、供給を制限しますっていう表現してます、うんうん、ということで、まあ、それの影響もあってですねこの天然ガスっていうのがこれからももう急騰するんじゃないかというふうに考えられます、うん、これはちょっと後で僕の動画の方で言いますけど、うん、そうなったらまた喜ばしいのアメリカで、うん、シェールガスいっぱい今起こってるんで、うん、そうそう、ロシアの代わりに売ってあげるでっていう話になります、ですよね、うん、アメリカは得してるよ結局ね、うんうん、でロシアが購入している米国債、英国債、ユーロ域内の、まあ、国債ね、うん、もう凍結されるということで、欧米の目線からしたらですけれども、ロシアから借り入れてる部分は踏み倒せるっていうことなんです、うん、これ、うんうん、まあそんなことほんまにできるんかいっていう話なんですけれども、うんうん、でこんだけ経済制裁して、まあ、EU とかアメリカ、ウクライナ側とか言ってるくせにですね、うんうん、で EU のある
人がですね、まあ、いつでももう EU 入ったらいいやんってウクライナに言って、うん、それを早速ウライのゼレンスキー大統領その日にも入りますって申請書送って、うん、送ったらですね、いやあと数ヶ月数年かかるでって言われました即日ね、うん、ウクライナは即日特別手続きですぐ入れてって言ったんですけど、うん、で最初その EU の人たちも最初そう言ってたんですけど、うん、そんな言ってくると思わんかったから、うんうん、今はあと数年待ってくださいって言ってます急には入れませんって言い出したんですよね、うん、急に見放したんですよ、ね、こんだけ助ける言うてんの、うん、いや煽って助ける言うといてめちゃめちゃですよね、うんうん、つまり日本が中国に侵略されてアメリカ助けてるかわからないってことですね。助けてくれないんですよだって中国とアメリカが、うん、ね対決したら第三次世界大戦になるじゃないですか、うん、今回と一緒ですよ、うん、今回も第三次世界大戦になるからアメリカは出ませんって言ってるんですよ、うん、ロシアだから相手が、うん、中国だったら来ないっすよね、うん、来ないっすよね来ないっすよ絶対来ないっすよ、うん、まあまあもちろん尖閣とかやったら絶対来ないですよね、来ない100% ね、うん、だから米軍基地がめちゃめちゃにされた時に沖縄とかで米軍基地が出られたら戦う、うん、当然戦うけど、うん、尖閣はまあなんだかんだ今回みたいになるでしょうね、なるでしょうね、実効支配って感じで、うんうん、あちなみにですけれども、はい、まあ、こちらヤフーニュースなんですけれども、中国習近平さんはロシア支援を、うん、支持してたということですね、うんうん、まあ、ロシアはね台湾を統一、中国が統一することを支持してくれたことはないから今回のことも支持はしないけれども、うん、アメリカとかイギリスがやってる制裁は明らかに違法やと、うん、もうこれはもうやりすぎやということで、まあ、ロシアを経済貿易面で支援するように支持しているということですね、うん、そして、ロシアはですね、まあ、この情報通、中国の情報通によるとですけれども、ロシアは中国が反対に回ることはないということを確信して侵攻に踏み切ったんではないかということが言われています、はい、だから中国がロシアの背中を押しているようなもんじゃないかということを言われていますね、うん、当然は当然中国が本気で台湾すると攻め込むときはロシアは同じことするってことですよね。そうですね、うんうん、まあ、支援はしないけど反対はしな い、ね、反対はしない、うん、だって僕もやってるし、うん、ことですよね、うん、ちょっと前にやったしって、うん、というようなことになると思いますね。はい、でロシアも中国はまあ賛成していく、賛成というかまあ反対しないで分かってたし、うんうんうん、アメリカとか NATO も来ないこと分かってたからウクライナ攻めたということね、ですね、まあ、他の動画で言ったように、もしほんまにアメリカとロシアがウクライナでバチコンになったら、うん、逆に中国背後、ロシアの背後つきますからね。そうですね、そう、何円も全部分かりきった上で攻め込んでると、うん、ということで今回はですね、もうこの金融版核兵器スイフトからの排除っていうのはですね、もう全然排除できてなくてまだまだ穴だらけということ、うん、そしてまあ少なくともですね、このロシアの銀行で1位のズベルバンクが、まあ、凍結されるとかいろいろなことをしないされないとですね、全くこのスイフトから排除したことにならないということで、うん、まあ本気の戦争にはならないんじゃないかということですね。まあここからまたその制裁がですね加速していくかもしれないですけれども、まああくまでこの撮影日現在の情報ですからね、分かんないですけどね、ここだけなのは。ということで今回はですね、この制裁に関してはあまり意味がないと、うん、そして中国が経済的に支援に回るということが言われていますので、うんうん、余計意味ないと。まあ中国早速小麦去年何倍2倍ぐらい買ってますもんね、うんうん、そうですね、うん、うん、で中国としてはまあ食料欲しいし、うんうん、ロシアとしても売りたいしということで、うん、まあ、締め出されているのは実は、まあ、どっちだったのかというようなことに歴史を後から見てなるかもしれないですね、うん、もしかしてね、うん、で、まあ、結局天然ガスとか原油上がって一番困るのは結局ドイツと日本ですか、ね、ですよね、うんうん、あらら、うん、で日本のキッシー首相がですね、スイフトから外すべきだったアメリカ政府も押してきたから、そうそう、日本も戦闘、日本も行けみたいになってますからねお前出てこいみたいな状態にもなってるんで、ほんであの日露戦争前でね、ほんまですね、ロシアとしてはもうよう言うたなお前みたいな感じでおかがせこいやみたいなのが、ね、うん、ってますんで、それでロシア日露戦争だったからね、ほんまほんとね、そうですね、あの時もイギリスとアメリカに行ってこう言われてね、うんうんうん、行って
結局戦争になってますから。まあ一応勝ったけども、うん、あの時はね、うんうん、まあ今回は全く勝てる戦争ではないのに日本がね、うん、借り出されたとしたら、というわけで、まあ今スイフトでロシアにですね致命的な打撃、そして世界経済にも致命的な打撃が与えられるのではないかというようなことを言われてますが、うん、そうではなさそうだという今回のお話でございました。はい、あと一つですね、スイフトを語られて、まあちょっと言ってますけど、うん、皆さんもう一度押さえておいてほしいのは、スイフトの本部はベルギーのブリュッセル、まあ、の近くにあるということです、うん、だからベルギーなんですね、うんうん、なんか国際決済を統括しているわけですから、うん、当然基軸通貨ドルに変えるため、世界のあらゆる通貨ドルに変えるための組織なの で、ね、普通ニューヨークになるんじゃないのかな、うんうん、アメリカなってもうおかしくなさそうなんですけど、そうですね、ベルギー、ベルギーで、まあ、ロンドン、ヨーロッパだったらロンドンとか、うん、まあ、まだ分からない、分かる分かる、うん、ベルギー、あれベルギーといえばワッフル、ワッフルかな、うん、ベルギーといえば、そしてですね、うん、今話題になってもう一個 NATO、うん、NATO の本部もベルギーにブリュッセルなんですよ、ね、うん、大人気やね、うんうん、NATO っていったら、まあ、北大西洋条約機構、アメリカとヨーロッパを中心にソビエトに対抗するために、まあ、そもそもできたんで、うん、はい、でもアメリカが中心だからニューヨークになってもおかしくないですよね、うんうん、まあ、でも地理的にソビエトに近い、当時のソビエトに近い方がいいからってことで、まあ、ヨーロッパなんの分かるけど、うん、ベルギーなんですよ、ベルギーです、まあ、例えばドイツであったら分かりますよね、ドイツでアメリカ軍の基地、はい、大きい基地ありますからね、うんうんうん、ここはドイツとかだと分かるんですけど、なぜかベルギー、うん、はい、国際決済を統括しているところと NATO の本部がベルギーブリュッセルにあるということですね、ですね、うんうん、この辺で詳しくまた、ね、別の動画ゆいちゃんとか解説してくれてる動画概要欄に貼っておきますので、はい、興味の方は見てみてください。世界の見方がまた変わると思います。ではですね、これからもウクライナ情勢まだまだ緊迫が続くかと思いますので、引き続き最新情報をお伝えしていきたいと思います、はい、あと冒頭で言ったようにですね、コロナに関してもこういう本当に大切な情報っていっぱいあるんですけども、それはちょっとこっちの YouTube 言えなくなってしまいますので、その情報を送りさせていただくと、今の方ぜひメルマガの方登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。この動画ここまで見られてまだ登録しておられない方、チャンネル登録もお願いします。高評価ボタンを押して応援もよろしくお願いします。動画概要欄にはこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習にもここまでぜひ一度見てみてください。 Twitter、Instagram などのリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。